今日はオーテックのノートのクロスオーバーとノートオーラ、この2台をですね皆さんにご紹介したいと思います。ラブカス TV 川口学です。車買ったらすぐ施工、シラザン50。ラブカス TV では登場したばかりの新型車、その長い走徹底チェックと試乗動画をいち早く皆さんの元にお届けする、これをモットーにですね動画を制作しております。そしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。もともとですね、オーテックのこのクロスオーバーというモデルはですね、フェイスリフト前も存在していたモデルで、まあ、今回ですね、フェイスリフトに合わせて新たにですね、まあ、設定されたということになります。で、さらにですね、こちらのオーラのですね、オーテックというのは今回初めてということになるわけですね。今まではノートのオーテックというのはあったんですけれども、やっぱりですね、オーテックは、日産の車をベースに上質な部分をこう、付加していくような、そんなコンセプトありますので、ノートのですね上位モデルであるオーラの方がふさわしいだろうということで、今回オーラのですねオーテックが登場したということになります。じゃあまずこちらのですねクロスオーバーから見てきますけれども、まあクロスオーバーの方はですね、もうパッて見ていただいて分かりますように、まずノートをベースにしていながらも専用のですねサスペンションとかタイヤとかを備えていますので、車高がですねちょっと上がっているというのがポイントですね。でノート系はやっぱりクロスオーバーモデルが日産の方にはですねないので、他のホンダとかですね、まあトヨタだとヤリスクロスがあったりとか、フィットのクロスターがあったりとかですねあるので、そこで競合するものがなかったわけですけども、こちらのオーテックがそれをカバーしているということになるわけですね。で、まあ存在としてもやはりこの SUV 系のモデルというのは最近流行りでもありますので、今までも好評だったということで、今回も連続してですね採用されているということになります。まあこうしてみるとノート自体がフェイスリフトで顔が変わりましたけれども、それをベースにしつつもグリルなんかはオーテック専用のグリルになっていて、このキラキラとですね光るパーツがいっぱい入っていたりということもありますし、オーテックのクロスオーバーというロゴがここに入っております。さらにこのバンパーの部分はちょっとこうシルバーパーツを入れて樹脂パーツを入れることによって、こう SUV 的なそんな雰囲気をですね持ったものになってますし、これイグニッションオンするとここがですね青く光りますけれども、他のオーテックモデルと同じようなこのですねブルーのランプはきっちりと備えているということになります。でそれ以外のエクステリアで見ていくと、このルーフレールのシルバーがですねアクセントになってますし、ミラーもですねこのようにシルバーのミラーがついていて、これも従来のオーテックのですね手法で作られているというのが分かります。さらにサイドはこのような感じで、はい、この原着のですねこのホイールアーチをつけて、まあ、SUV 的な雰囲気を与えてですね、それをサイドにも持ってきて、ちょっとこのボコボコしたアクセントをつけることによってワイルドな雰囲気を出しているということですね。さらに専用のアルミホイールですけれども、195の 60R16 ブリストンのエコピア EP150 を、はい、組み合わせたこのアルミホイールも力強い6本のスポークを出して、その先に二股に分かれるようなちょっと力強いデザインのオフロードっぽいデザインのものになっているというのがポイントでございます。そしてリアの方に回り込んでくると、はい、こちらですねオーテックのロゴがあって、その下にクロスオーバーという社名が入ってますし、さらにバンパーレベルで見ますと、バンパーもこのように樹脂パーツを入れて、シルバーのですねあのガード風のパーツを入れた、そんなですねデザインとすることによって SUV 的な雰囲気を出しているということになります。さあそして一方のですねオーラをベースにしたオーテックということですけれども、これもですねオーテックのブルーのテーマカラーを採用していて、なおかつですねグリル、今回オーラはフェイスリフトで、ここがなんかちょっとものすごいエヴァンゲリオン的なというか、ノーマル見るとどうしたんだお前みたいな感じのデザインになってますけれども、それはですねそのままに採用して、グリルの部分がですねこちらのクロスオーバーと同じようにこのメッキを配することによってキラッとした感じの上質感が漂うものになっているわけですね。そして右側にオーテックのロゴが入っているということですね。それとやはりスポイラーが違っていて、よりワイドでですねこう広がり感のあるデザインになっていて、下にシルバーのパーツがアクセントとして入っていて、上はですねグロスブラックになっていて、これもですねイグニッションオンにするとこのような感じでランプが光って、昼間でもですね一目で
オーテックのモデルということがわかる、そんなですね見た目になっています。またこうして並んでいるとよくわかるんですけれども、ブルーでなおかつブルーのランプが入って、そしてシルバーパーツが下にも入ってますし、このミラーにもですね入ってますし、まあ、キラキラしたグリルというような感じで、全てのモデルでこのような感じで、まあ、ファミリーフェイスじゃないですけれども、テイストはですね統一されているというのが特徴ですね。なので通常のモデルに比べるとより上質な雰囲気を漂わせているというのが特徴ですし、サイドから見た時もこの下のですねサイドのシルバーのアクセントが入っているわけですけれども、これによってですねより上質な雰囲気がミラーとともにこう醸し出されているというところになるわけですね。さらにこのオーテックの特徴としては、ホイールがですねエレガントなものになるというのが特徴なんですけれども、今回ブリヂストンのトゥランザの P005A、 これですね205の 50R17 というサイズですけれども、そこに組み合わされるこのホイールがすごいですね。スポークがすごくたくさんこう出ている上に、最後二股に分かれているので、かなりエレガントな印象を与える、まあ塗装自体はですねこのちょっとこうガンメタっぽい感じなんですけれども、これだけやっぱりスポークがあると本当にキラキラっとした感じになりますので、走るとこの辺りのですね高気感がすごく出るんじゃないかなっていう、そんなですねホイールになっております。なのでこうしてパッて見た時に、ホイール含めてやっぱり上質な雰囲気が漂っているなというところですね。さらにリアの方に回り込んできますと、まあ今回のですねオーラ、このバンパーがですね非常にこうワイドな感じのどっしりとした安定感のあるデザインになったわけですけれども、そこの最後の部分にこのオーテックならではのシルバーパーツがつくことによって、やはりかなりですね安定感のある安心感の高い、そしてなんかこう上品な雰囲気も合わせ持つデザインになっているというのがポイントでございます。ドアを開けますと、こちらにブルーのアクセントが入っているのがこのオーテックの証ということになるわけですね。さらに開けてですねフロアマットを見ますと、ブルーのフロアマットになっていて、オーテックの文字が入っているのが見て取れます。さらに引いてきてハンドルを見ますと、ハンドルにも青いステッチが入っているのがわかると思いますし、センターコンソールなんかも同じように青いステッチが、アームレストの方までずっと入っているようなことになっていて、この辺りで雰囲気はだいぶ違いますね。しかし何より違うのはシートということですけれども、これはですね、オーテックのロゴがまず入っていて、なおかつブルーのステッチが入っているのはもちろんですけれども、このセンターの部分ですね、背もたれから座面にかけてのセンターの部分がですねこのような感じで、ひし形のですね、このような模様になっているだけではなくて、ちゃんとこう片押しになっているので、ちょっとね質感が違うものになってるわけですよね。これでだいぶ雰囲気は大きく変わるかなというところでございます。ではさあ、お、かなり重厚な音がしますね。ノートベースですけれども、ズバンという音がします。でイグニッションはこちらでございます。でやっぱり乗り込むと、このシートのやっぱり柄が違ったりとか、ブルーのアクセントが入ることによってだいぶ質感もね違うなっていうところですし、こういうところにはさりげなくオーテックのロゴが入っていて、まあやはり通常のノートに比べると上級なですね雰囲気が漂ってるなというところでしょうね。しかもこういったところを見るとですね、さりげなく、実はねウッドになっていたりというところがですね、まあ、上級なものを提供するオーテックらしい仕立てになっているぞと。でシートもですねこうして座ると、やっぱりセンターの部分が少しこう気持ちよくたわむような感じになっていて、これも気持ちいいところかなという部分です。一応リアも見てみたいと思います。さあリアですけれども、このような感じで、まあ広さはですね通常のノートと変わらないというところですね。こっちもすごいね、いい音するね、というところですけれども、まあ足元はねそんなに広い感じではないですけれども、あ、ここもブルーのカーペットが敷いてあって、これだけでも雰囲気がだいぶ違うなというところですね。さらにリアシートも同じように、この座面と背もたれの部分がこのようなひし形の柄が入っていて、青のステッチは全部に入ってますね。さらに、アームレストがちゃんとついているのもポイントでございます。カップホルダーも備わっていて、このあたりもですね装備は嬉しいところですね。さあそして
リアも見てみたいと思いますけど、このナンバープレートのところにも実はオーテックのナンバープレートカバーがついてるわけですね。ここにオーテックと、はい、入っております。で開けますとこのような感じで、あ、いいですね。このラゲッジの部分にもね、オーテックのマットが入っていて、こういうなんかものが入ってるだけでだいぶ雰囲気がね違って見えるというところありますよね。ちなみにこのモデルは、はい、このような感じでパンク修理キットとかですね、そういったものが入る発泡スチロールのベースが下に入っているということになります。さあこのオーラのオーテックのインテリアを見てみたいと思います。はい、こちらも見ていただくとこのブルーのステッチ入ってますし、ここを見てください。はい、アンビエントライトが入っているのがねオーラのポイントですね。しかもこの車の場合は BOSE も入ってますので、 BOSE のスピーカーグリルのところにこのパーツが入っているというところでございます。でこちらの車も同じように、はい、フロアマットがこのようなブルーのですねフロアマットになっています。そしてハンドルなんかもブルーのステッチが入っているというところですね。さらに、はい、センターコンソールの部分にも青いステッチが、はい、ドライバー側の方には入っているということですね。そしてシートですけれども、こちらですね、これはもうレザーシートになっているのがポイントですね。通常モデルだとやっぱり合皮ですけれども、このオーテックの場合は本革になっているのがポイントで、まあオーラをベースにしてそのオーテックの持っている上質なその表現というのが車のコンセプト自体もオーラに変えることによっていいものになりましたし、まあこのような感じでですねレザーなんかを入れても合うものになっているということですね。シンプルなブラックのレザーで青のステッチが入っていて、さらにヘッドレストのところには、はい、このように BOSE のパーソナルプラスですね、これがスピーカーが入ったシートが備わっているということでございます。これもちょっと乗り込んでみたいと思います。まあこっちも本当にズバンというね音がグッと100点という感じですけれども、イグニッションオンしたいと思います。さあそして乗り込みますと、まあ、ドアの音も良かったですけれども、これよく見ると細かく仕上がってますね。まず助手席の前がこのパネルが入っているのがポイントですし、このパネルが同じようにこのセンター の, このシフト周りの部分にパネルとして入って、これにここにもオーテックのロゴが入ってますね。またオーラなのでここにアンビエントライトも入っているというところで、非常にこう上質な感じになってますね。前のやっぱり、ノートの、オーテックだとこの高級感がもう少し欲しいという部分があったわけですけれども、今回ベースがオーラになったことによってそれが解消されたということですね。でこのあたりのソフトパッドも色がですねよく見るとこうちょっと艶がですね光るような感じのものになっていて、これ黒に見えますけどうっすらブルーも多分入ってるのかな、これそんな感じのですねものになってますね。こういったところで、だいぶ高級感のあるものになっているということでございます。まあそれ以外の部分はあの通常のオーラと同じですけれども、やっぱりもともとオーラノートよりも上級モデルになってますので装備的にも豪華ですし、例えば、はい、ウィンドウもですねこうして見るとラミネートされたアコースティックウィンドウを使ってますから遮音性なんかも高いというのは、まあ、ベースのオーラの通りということでございます。でさらにこのパワーシートがついたのがポイントですね。まあ運転席側だけなんですけれども、オーラはこれまでなんとパワーシートがなかったわけですけれども、ようやくパワーシートも備わりましたので、こちらのオーテックも同じように備えているということになります。これノート系は前席でドアの閉まり音がいいですね。でオーラはこれもズバンとい う, もう高級車のような音がします。ちなみにサイズは身長168センチの川口学がドラポジ取った状態で拳が 1,2,3 つギリギリ入りますね。はい、シートレールはちょっと締まりが悪いんですけれども、この足を入れるところは少しこう受けているので、悪くないかなというところですね。はい、あ、これねマットもブルーのマットが採用されているのがオーテックならではだなというところですね。はい、それとこのオーラの場合はこのUSB-C なんかも採用されているので装備的にも充実しているなというところですね。それとやはり通常だとないんですけれども、このような感じで、はい、ちゃんとですねアームレストがあってカップホルダーがあってというのがもうねこれは魅力的な部分ですよね。あの通常の4対6の分割加工ではあるんですけれども、ここにアームレストがちゃんと入っているというのがポイントです。さらに座りますと、まあ、天井は拳2個ありますし、背もたれも結構ね角度もいいですし高さ的にもいい感じかなというところで、やっぱりアームレストあるとだいぶくつろげる感じというのが変わってくるなという部分でございます。
さあ、そしてラゲッジですけれども、こちらも、はい、同じように開けるとオーテックのフロアマットがありますので、この雰囲気もねすごくいいですよね、はい、のような感じで、まあ、オーテックならではの装備とかですね、そういったものがしっかりと入っているのがポイントということでございます。はい、というわけで今回はノートをベースとしたオーテックのクロスオーバー、これもフェイスリフトでですね、新たにまたこちらにも用意されたということになります。それと今回から新たにオーラのオーテックが加わったということですね。2台のオーテックモデル、これをご紹介させていただきました。まあ価格はですね上がりますけれども、エレガントな雰囲気、装備のですね充実度合い、そういったところを考えると、やはりコスパのいい、非常にですね魅力のあるモデルかなというふうに思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければ、あなたの好きな愛車が見つかるかもしれません。そんな思いでラブカーズ TV は動画を制作しております。そしてこのような動画の制作のためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた別の車、別の動画でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。